小林ニコ教室の小林です。今日は2020年の価格で20万円から50万円の価格帯のニコを4本仕入れました、こちらをレビューしたいと思います。でも楽器のレビューというのは動画のようなメディアでは伝えるのは難しいです。マイクとスピーカーを通して聞く音色と生で自分が演奏した音を聞くのとではかなり印象は違うでしょうし、何よりも演奏する感触は演奏してみないとわからないです。何も伝わらないという前提に立って、どんな職人さんが作っているかとか、どんな素材を使っているかという文章で説明できそうなことではなく、あくまでこの4本を一度に弾いた時のそれぞれの印象の違いに焦点を当てて感想を喋ってみたいと思います。今回紹介するのは C さんという上海の職人さんの老工木ニコ、江蘇省にある大手の工房古月金坊さんの特選黒炭ニコ、そして坊さんという職人さんのアフリカシタンニコと老工木ニコの4本です。世中さんの老工
まず C さんという職人さん作の老香木2個。とにかく弾き心地が軽いです。ライトに弾ける。楽器の方からこちらに歩み寄ってくれるような感じといいますか、弾いてる人のいいところを褒めてくれるような楽器というんですかね、僕を上げてくれるいい友達って感じがします。明るくて軽やかな曲を弾きたくなる、ちびまる子ちゃんで言えば山田くんではなく元気いっぱいな日のたまちゃんといった感じです。楽しくなる、楽しくさせてくれる2個かなと思いました。次は焦げ付きん坊の特選黒炭2個です。持った途端にスッと周りが静かになったような気がします。黒炭の重さとひんやりした触り心地、それが音色にも現れているような気がします。クールビューティーというか、かっこいいというよりクールって言い方がピタッとくるように思います。音の倍音が少なめなんでしょうか、音がない時に聞こえる音、シーンという音のような凛とした音がします。そのおかげもあって音程を取るのが一段とやりやすいような感じがします。よく黒炭の音は丸いと言われますが、僕の印象は清らかといった感じ。滑るように弾けて気持ちがいい2個でした。坊さんのアフリカシタン2個です。音色の重心が低いですけど伸びがいいです。その伸びる感じもすごくきめ細かく柔らかい、ツヤっぽい色っぽい感じ、滑らかなホイップクリームみたい。弾いていても潤いあふれる滑らかさがあるというか、指回りも気持ちいいです。すごく細かい紙やすりで研磨した木のテーブルを撫でてるような感じです。もう一つ、坊さんの老香木2個。音を出して体に伝わってくる振動が上品です。最初の C さんの2個と同じ老香木なのですが、C さんの2個よりも音の帯域が広い感じです。より鳴ってるという印象が強いですが、好みの範疇だと思います。この2個とさっきのシタン、坊さんの2個はどちらも小さい音の静けさがいいですね。ノイズに埋もれないからなのか、材がよく振動してるからなのかわからないですが、小さい音がしっかりと小さいこと、静かであることを表現してくれます。普通に弾いて楽器が鳴る、派手という2個は多いですが、小さい音の繊細さをきちんと出力してくれる楽器を弾くと音楽の見通しが良くなるというか、演奏したい音の形がくっきりしていく、そんなような楽器です。いかがだったでしょうか。楽器のスペックではなく、あくまで小林の心に浮かんだ言葉で4本の2個を紹介してみました。楽器の良し悪しや自分がどんな音や弾き心地が好きなのかというのは、いろいろな楽器を触ってみないと分かるようにはなりません。いきなりワインのテイスティングができないのと同じです。お店で弾かせてもらったり、お仲間の2個を借りてみたりして、たくさんの楽器に触れてみてください。小林2個教室では今回紹介したものの他にも2個の販売を行っております。良い2個をお探しの方、ぜひ小林までご相談くださいませ。よかったらチャンネル登録とグッドボタンをポチッとお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。